ナミさん、こんにちは。今回も動画を送っていただきましてありがとうございました。今回はですね、体のエダをバイナンスで買う方法ということなんで、多くの方がこれ参考にされるんじゃないですかね。いや、バイナンスって日本語のサポート始まってたんですよね。まあ、一時期ね、日本に上場するんじゃないか、日本に支社ができるんじゃないかなと言われていたんですけども、それが頓挫して、まあ、現在に至るわけですけども、こうやって日本語のサポートがきちんとあればですね、まあやっていけるんじゃないかなと思います。まあ一部ね、なんかこう翻訳がおかしいなと感じるところがもしかしたら出てくるのかもしれませんけども、これ十分バイナンス使っていけますよね。さあ、バイナンスで暗号通貨ご購入いただいてね、やっぱり体のエダっていうのは、日本国内では買えませんから、バイナンスで買うのがいいかなと思いますね。それからバイナンスからコインチェックなどビットフライヤーなどに送金するって手続きも取れると思いますんで、今度はですね、その送金手続きの動画なんてのがあってもいいんじゃないかなと思います。まあ、そうするとバイナンスで体のを購入してステーキングをかけて、そしてバイナンスで、例えばビットコインに変えてビットコインをコインチェックに送金して日本円を取り出すみたいなね、一連の流れが完成するんじゃないかなと思います。次回の動画も期待しますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。